1号艇は城滝健也。水神祭を目指す戦いが続いている城滝、ここはピストンリング4本を変えて陰線に臨みます。そして佐賀の先輩2号艇中野和弘が隣2コース、3コース3号艇の近藤智隆です。外枠勢ダッシュに構えて4コース角線は4号艇の浅見宗則、5コースは5号艇の小林隆弘、6コース進入が6号艇の杉江博明です。3対3枠なりのポジション固まりました。一般戦の第2レース進入コースインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました第2レース、非常にばらついたスタートとなりましたが、1号艇3号艇あとは4番5番6番が揃って出ていく。先に回る1号艇の城滝健也、差しが2号艇そして3番4番です。さあ水神祭なるか、1号艇の城滝、その内側差し上がってくる4号艇の浅見、2艇審査で3号艇の近藤、スタートは前提正常でした。1番を捉えて4号艇の浅見が1周の2マークを先に回る、差しハンドル1号艇の城滝、そして3号艇2号艇と折り返してきます。ここは4号艇の浅見、4番の浅見が先頭となりました。1号艇城滝は2番手の位置、3番手は3号艇の近藤、上位の体型4番1番3番2周1マーク先頭で回る4号艇の浅見、3号艇の近藤がやってくる、握ってかわしました1号艇の城滝、2番手はがっちりキープとなっています。前の2人は4番と1番です。3番手は接戦で3号艇近藤、5号艇の小林が並んで、その2艇身後ろに2号艇の中野が追っています。2周の2マーク4号艇1号艇と回りまして、3番手は3号艇の近藤、外を回していく5号艇の小林です。さあ1号艇の城滝、少しターンが膨れまして3号艇の近藤智隆に捕まりました。3番と1番2番手が接戦と変わっています。先頭大きなリードは4号艇の浅見、2番手先取りは3号艇の近藤、そして5号艇の小林も先にやってきて、刺して入った1号艇の城滝、2番手は3号艇近藤が抜け出して、3番手はキープしたい1号艇の城滝ですが、アウトから逆転狙う5号艇の小林、後ろは6号艇杉江博明、2号艇中野和弘、ラストコーナートップ4号艇の浅見宗則、2番手3号艇近藤智隆、3番手は5号艇の小林隆弘が前出ました。1号艇城滝は4番手になりました。先頭4番五輪、3番五輪、5番五輪、1番五輪、6番五輪。